熱いとい唐辛子のセールスがやってきて今のお客様の検索トップは白髪ぼかしバレイヤージュだっていうのでそんなめんどくさいブリッジやしたら一人営業なので効率が悪い今、まあ、値段が取れればいいよバレイヤージュやってさ5万円もくれんだったらねもうやった方がいいけどね一人営業なので効率が悪いかかる時間をし想定し,たしにくいから次の予約時間を計算しにくいはい。 先生毎度毎度ね普通に白髪染めやった方が効率いいわって言って追い返しました追い返すのももったいないんだよねたまにブリーチあるけど神経と時間使うんですよ何度断ってもホットペッパーしつこくやってきますよこれはもう営業テクニックなんだよねとにかくね回数顔出してとにかく 会うことによってね接触効果で打ち解け出やすいとかっていうんだよね初対面よりまあ3ヶ月で10回ぐらいちょろ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 会うとなんとなくなんか仲間意識が出るじゃないけどんかね接触効果っていうのを狙ってるんだよね。うんでもねこれ営業の場合はねそもそも何で宣伝費まで払ってこっちが君の会社のために疲れないといけないんだよって話す。 ちなみに白髪ぼかしはウィーウィングしてヘアカラーかぶせて白髪をぼかすめんどくさい技術です本当にうちはもう白髪ぼかしなんか最初からやる気がないからさでその白髪ぼかしっていうイメージまあよく床屋さんの前に貼ってあるよね白髪ぼかしとか言ってねあれから受ける印象ってさまあ、白黒グレーっていうかさ中途半端に白髪が目立つ人あれをさ白い毛をなんかグレー系の薄いので染めるとか青系の薄いので染めて。 白,髪が白黒じゃなくて白い毛はそのままで白い毛だけがちょっと濃いめに色がつくっていうようなイメージだから簡単な毛染めと言ってもさ手間は一緒なんだよね薬を作る手間塗布する手間洗う手間、まあ、塗布するのがしっかり塗ると5分かかるかもしんねえけどまあ早見せだとよく3分とかって言うけどね なあそれが白髪ぼかしの時は1分で塗るだから2、3分早いだけで値段を半額にするってのはどうなのってことになるよね本物の白髪ぼかしはウィービングしてってことはメッシュ入れるわけでしょでそこにまたなんか違った色かぶせて だからねこれ直感で言わしてもらうとねタトップに白髪ぼかしとかバレイヤージュがあ、まあ、出てくるっていうのはせこいお客様が安い店を探してんだと思うだからそこまで白髪ぼかしやったらかなり高額料金になるよねバレイヤージュも高額ぐで2度目染め3度目染めってするからそれで検索上に来るってことは、まあ、探してる人はなんか綺麗に やってててくれてで安い店を探してるんだと思うよだから検索順位に出てくるっつうのだそんなお客様相手にしたら商売になんないよねはい六根先生毎度毎度ね白髪ぼかしってもともとは保有の商標だったけど期限が切れたからウィ,ウィービングオンカラーでの白髪処理までも白髪ぼかしってやっぱり昔は簡単な白髪染めを白髪ぼかしって言ってたのかなそれがね自由に使えるようになったからあのやっぱりウィービングオンカラーっていうの も白髪ぼかしって,言って確かに白髪ぼかしっていうのは馴染みがいいよねなんかこう簡単に入りやすい言葉いいキャッチコピーだよねこれこれはもう白髪ぼかしいいキャッチコピーだよああ当の保有は白髪ぼかしに加えて白髪シャドウなんて名称作ったり白髪シャドウ語呂がわりやな <laughs> 商標登録してるけどいまいち白髪ぼかしほど浸透しませんねああ、うん まあだからこういう面倒くさい仕事、若い美容師さん、それこそ27、8のね、ある程度、ね、できるようになった美容師さんが多いお店、こういうお店はやっぱりバレエヤージュなの、白髪ぼかしなの、ウィービングなの、メッシュなのって面倒くさい仕事、誰でもできるめんどくさい仕事をね、まあ、増やして、まあ、若いからね、なんか働きたいからそういうやつらにやらせて、でどうせ遊んでんだったら、いくらでもいいから、おめえらやれってんで、安い金額で。 でそういう店と個人でやってる店がね、まともな金額でやったらね、絶対にね、もう叶わないよ、値段的に。<laughs> だから、まあ、面倒くさい仕事は若いよね、ね手の空いた暇なお店に任せて、まあ、触らないのが一番ってなるかな。はいお疲れ様でした